小野龍明は日本の男子バスケットボール選手である。東京都出身で B リーグの富山グラウジーズ所属。ポジションはパワーフォワード。身長198センチメートル、体重100キログラム。立教小学校、立教ニーザ中学校時代に全中に出場。国学院久我山高校に進学し、3年時のウィンターカップでは、 楽南高校相手に52得点を記録した。その後、中央大学に進み、2年時に2007年ユニバーシアード代表に選出されベスト4となる。このチームは、同年に大学を卒業した、竹内孝介、ジョージ来はゆる、竹内世代が中心となっていたため、学生は、小野と一学年上の館畜隼人の二人のみであった。2010年、当時館畜も所属していた。 トヨタ自動車に入社。2013年、千葉ジェッツに移籍。同年の NBL オールスターゲーム当日に、開催された 3X3 アンプラグドに、NBL、NBDL 選抜 A チーム。チーム名はアンバー。メンバーは他に、岡田雄介、多藤サムジ落合智也の一員として出場。結果は、準優勝。2014年、 バスケットボール男子日本代表に選出された。身長の割に、インサイドよりもアウトサイドでのプレーが得意で、シューターとしての起用が、チバジェッツに移籍からは多くなっている。そのため、チバジェッツの日本人選手の中で得点が一番多い選手となっている。B リーグ2016から17シーズンにチバジェッツのキャプテンに任命された。 天皇杯の2017年2018年の2年連続でベスト5に選出された。2020年オフ B1 昇格を果たした新州ブレイブウォリアーズへ移籍。ありがとうございます。